はい。皆さん、おはようございます。はい。2番のカッコ1ということで、えー、見ましょう。ABC において3辺がわかってます。今度はね。で、cosA と sinA を求めろと、まあ。さらに先を見ると、内接円登場ですね。内接円の半径と外接円の半径を求めろと。こういうことです。で、また図を書きましょうね。3辺、まあ、長さはまあ目、目分量で結構ですよ。 AB5BC 6CA が 6, C, A が4そうすると、各 A がどこにあるかが分かります。ここのね、ね各 A というのは一体どこかこの位置関係が大事なんですね。はい。さあ、その3辺から何が使えるか、どういう公式が使えたのかなっていうと、まあ、これはもう予言定理の,あの変形したコサインイコールの式ですね。 でこの式、えー、右辺が全部小文字3つ、3種類の小文字ってことは3辺ですね。で、コサイン a とくれば、まあ、この最後がその同じ a という、こ、ま、う、あ、いう特徴を持ってるんですけれども、この同じアルファベットっていうのは向き合っている角と辺という約束で使ってる記号ですからね。そうするとこの2辺は何かっていうと、a に対して、角 a に対しては、 そのまあ、僕は両サイドと呼んでるんですけれどもね、えー、注目角の注目している角の両サイドの2辺をこうやって2乗して足せばいいんだとで分母はその両サイドの同じこの2辺を使ってるよというふうに押さえておくわけですではまあ回答の方を見てくださいここでは小文字にしてません大文字のままやってますでコサイン a は a の両サイド AB 2 AC A のののの乗乗をを足す引くことの角 A の対辺で、ある BC の2乗とこうなってるわけですね,ここ,ねでこことここは同じ両サイドの辺であるっていえばもうどんな記号で書いたって,ってできるわけです。で、あとは数値を当てはめて約分して終わり。ちょっと細かい話になりますけれども先ほどこう言って小文字のこの公式とこの両サイドの足す順番実は逆なんですね。 こちら、AB っていうのは、AB というのは、小文字で言うと C なんですね。ここなんです。考えてみれば足す順番どうでもいいですね。そういったところはですね、本当にこう柔軟にきちっと使えるようになると、スムーズに答案が書けるだろうと。ただ、文字列として暗記して、B に相当するのはどっちだっけ ?C はどっちだっけなんて言ってるようでは、まだまだこう、 時間もねかかるしということですよ。はい、えー、続きまして、サイン a まあ、これ、四角一番でも使いましたけどね、あれは立場は逆でしたけど、サインとコサイン n がで。ここではちょっと進化しました、えー。どうせ平方根が必要なんだから、符号先に調べとこうってことをやってるわけです。 で何をやってるかっていうと、各 A は三角形の内角なので、内角ゆえ、180度より小さいでしょ ?180 度より小さい時のサインは常にプラスだよねって、こういうふうにもう平方向の符号をですね決めちゃってる、決めてるっていうか判断してるわけです。で、2、まあね、乗の式は抜きにして、もう即こう平方向を使って書いちゃってると。まあ、そういうことになるわけですね。でその辺、ちょっとこの符号ね、大丈夫ですか この図です、ねえー、定義ですすねね定義 A 角のところに OP 同型があっても鈍角の方に同型があってもサインは R 分の YY を使いますからどっちにあったって Y 座標プラスだよねって話だよだから0度から180度の範囲に同型がある時は常に Y はプラスなんだから Y と同じ符号のサインもプラスだとこういうことですねはい、えー で戻ってさあ次内接円の半径ということになりますね、えー、内接円の半径につきましてはこの2ページ目の右上にあるこいつです内接円の半径と三角形の面積内接円というのはこのように三辺に接している円ですねで中心からそれぞれの辺に垂線を下ろしてあります全部半径 R ですそうするとこの 3つの三角形に分かれるわけですね、各辺を、まあまあ、底辺といいましょうかで、高さが R に相当する三角形が 3, 3つできるで、その面積の合計が全体の ABC の面積のになるだろうと。でそれは二分の1る a かける r 底辺かける高さ、二分の 1AR、二分の 1BR、二分の 1CR、その二分の 1R でくくったのがこの式ですね。 で、ここから r イコールいう,ふうに直してありますけど、こちらはまあ暗記する必要、暗記っていうかね、まあ別にここまで、えー、覚えなくても、ここからいつでも自分で出せる、えー。この状態をしっかりと理解しておいてくださいと。で、戻ります。まあ、ということで、三角形全体の面積が分かれば内接円に話がつながるだろうっていうわけで、ここにもう一回ね、先ほど分かったサイン a の値、ここに書いておきました。そうすると、これは 2辺と間の角のまあサインが分かっているという状態ですから、2辺と間の角のサインで面積出せましたね。二分の一かける2辺 ABAC かけるサイン間の角だよ。ということで、1点はめて、約分しておしまいと。これが三角形の面積です。で、先ほど説明したこれですね。 えー、2分の 1AR、A たす B たす C。これがその三角形 ABC。こういうのね、4分の15ルート7に相当するんだ。で、ここでは先に R イコールに直してます。さっき覚えなくていいって言いましたね。これをちゃんと理解してれば、R イコールっていつでも作れるじゃないかと。で、分母払って2倍の三角ですね。2倍の三角形で、この A たす B たす C で割ると。で、ここで当てはめて、で、これはどうやってるかっていうと、分子。 分母全体を、えー、分子分母それぞれ15でも割ってしまってるんです。いいですね。こういうやり方もこの半分数と言いますけど、半分数の処理もスムーズにいきたいですね。えー、で、いきなりこう来てるよと。こんな15で目で割ってね、できるわけです。15で約分しましたと。はい。最後、外接円の半径ですね。外接円とくれば制限定理だ。 でえー、制限定理はどうやって使えるかというと、さっきも言ったように、向き合っている角と辺で一組分数ができているので、これ確かにできているわけです。角 A の特にサインが分かってます。角 A と向き合っている辺 A がもう分かっちゃってるんだから、これで分数一組できます。サイン A 分の BC。でこれが 2R に等しいんだで。最後に2で割ってもいいんだけど、もうこの段階で2で割った式を作っておけば、2で割るの忘れないですね。R イコール で、そこから代入して、で、ここは2で約分して4分のです。これも目で追ってやってますよね。で、4分のですから、分母全体に4をかけるとその4が約せて、分子に4をかけて白く24だよ。3で約分してと。これで答えでいいと思いますよ。で、まあ心配な人は分母いつも有利化しておけばいいでしょう。というふうになるわけですね。 これはまあ、約分できるわけじゃないんでね、よりかしなくても多分、大学の試験でこれは丸になるでしょう。まあ、そんなことでいかがでしょうか。はい。2番のカッコ2ですね。さあ、三角形 ABC は、ABBC2 辺と、各 A が分かっている A 角三角形である。CA の長さを求める。これもさっさと図書いてみましょう。 この角一つっていうのはね、なんか左下がいいんですね。角 A を書いて、で、A、B、で、BC。一応こう書いてみました。こういうね、図を描いてるときにね、気づくかなと思うんですけど、決まらないんですよね、これね。この条件。2辺と間じゃない角なんですよ。で、これだとですね、三角形が確定できないんですね。 このような感じですね7という辺をこっち向きに書くかこっち向きに書くかっていうのはあるんですよで。この場合だと鈍角になってしまうんですね、ここね。まあそういうことで、ここは、まあ、迷った形跡もなく、こちら側の方に BC を書いたと。で、ここが鋭角になるようになってるんだと。まあそういうことなんですね。はい。まあそれではやってみたいんですけど。 間の角じゃないときにどうするかコサイン s 60度っていうものを使う予言定理。まあ、それに持っていくしかないだろう。そうすると、その角の両サイドが、あの、して足すというふうに使われるわけですから、これ、x と置いて、はい、見てください。60度を用いる予言定理を適用と。それしかないんで、ax、ac を x と置くと、 はい、x の2乗足す8っ64と、マイナス2倍の x × 8 ×るコサイン間の角、それがちょうど今、7、7、49に相当する、ね、等しいんだっていうふうにしておくわけです。で、ここまでくれば、あとはですね、2次方程式として整理します。コサイン6 0度って大丈夫ですか、皆さん。 60度の、まあ、座標軸いらないですよね。こ60度のコサインは、これ1対2対ルート3だよね。と汚ねー字ですけども、これ60度だよ。あと、cos は r 分の x 方向ですね。1 2分の1やんけと。ですから、ここは1 2分の1なんだと。 まあそういうことをこの計算の間でやってるんですね。バッと整理しちゃってますけれども、えー、この手のいろんな回答を見るときは途中で省略されているところを自分できちんとできるかどうか。そういうのもきちんとね、ペンを持ってやってみるっていうのが大事なところですよ。はい。そういたしますと、まあ2と2で訳せたりして、8x ですね。で、64。これ49を引いて15と二次方程式です。因数分解できました。 で、X が2つ出てきたで。ここで初めて驚くなんていうね、人もいるわけですね。え、X2 つ出てきちゃったよと。で、先ほどのように、えー、ちゃんとね、えー、この条件で7を書こうとするとこっち向きに書くのか、こっち側に書くのかと。ね。2つあるじゃねえか。つまりコンパスでこうやってね、えー、B を中心に円を書けば、2箇所でこの B、AC と交わるんだもんね。それが先ほどのこの図ですわ。こんな感じだね。えー で、ABC は A 角三角形ゆえという先ほどのこの判断で、あ、長い方だね。5というのはこの長い方。3というのはこの短い方なんだな。7をこっちに持ってきた時のね。という結論でさっとおしまい。で、参考ということでね、ここに書いてあるんですけども、もう少し先ほどの話を詳しく言うと、B から水線を下ろしますと、 60度の直角三角形なので先ほど書いたこのね1対2対ルート32対1なんですねそうするとこの8に対してこの H まで垂線のこのぶつかったとこまでが4なんですね2対1ということでここまでの長さが4あるよでそれに対して5とここまでの3という2つが出てきたんだって話なんですなるほどと ということですねでこれで直角よりさらにこっち持ってくれば明らかにこれ鈍角になってしまいますよね。はい、でこちらあ 90° 度より小さくなりますね。まあそういうふうなことできちっと確かめられますよっていうことになってるわけです。以上お分かりいただけたでしょうか